どうもこんにちは。ブン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 ブーンです。それは嘘でして、どうもハリウッドザコシショウです。今日もカラーバートークなんですけどもね、なかなかね、あれですわ、やることが多くて、動画をね、撮れなくて、まあカラーバートークでも、カラーバートークいいでしょ。最近はゲストも招いてやっておりますけどもね。というわけでね、今日のゲスト、またしょうもないやつね、電話してみましょうか。ゆっくんちゃん、ゆっくんちゃんに電話してみる。しょうもないよね。うん、こんな、だってこの間のお前、ホンマキット、ホンマキットくんのね、再生回数、今んとこね、今んとこの再生回数584ですよ。少ねえ、少ねえよね。もう大物にかけろっていうね、意見もありますけど、大物はね、電話出ない。うん、大物電話出ないから、うん、ね、だから小物しかかけれないっていう。まあいいよね、単独終わったらいろいろ面白いやつ電話してみますから。はいはい、じゃあゆっくんに電話してみます。はい、どうせしょうもないこと言いますけどね、電話してみましょうか。お疲れ様です。うん、何してたの？ダラダラしてました。え？ダラダラしてました。なんだダラダラしてたの？芸人なのにそれつまんねえこと言うね。すいません。間違えました。つまんねえ、何してたの？トンネル掘ってました。嘘。はい。どこで？どこまで？地下3階まで。おう、なんで？はい。喉乾いたので。はい。なんで、喉乾いたから穴掘ってたの？はい。どういう意味で？地下水飲みたくなりまして。地下水？はい。地下水マジだろ、そんなお前。喉乾いてるんです。仕方ないです。なんでそれ？つまんねえな、お前。何言ってもつまんないでしょ、どうせ。そんなことないって。そんなことないでしょ、だってお前。全部外れっていう作戦のやつじゃないですか。違う。そんなことないって。はい。であったんですか。はい。面白いやつ、面白いことは、面白かったら面白いって言うよ。そうですか。うん。はい。どっちにしろダメな、シミュレーションとかじゃないよ。あ、そうだったんですか。うん、面白けん面白いって言うよ。すみません。うん。で、何普通にじゃあ、はい。で、何でしたの？寝てました。はい。なんでそれ。目開けて寝てました。目開けて寝てたんだ。はい。うん、それ面白いじゃん。ありがとうございます。あ、そう。はい。いや、特になんもないけど。はい。最近どうなの？いやー、最近は、あんまりですね。何があんまり？まあ、テレビ出てないからずっとあんまりですけど。おう。なんだか、ネタは、当たりもできてるわけでもないですし。おう。はい。あ、そういえば お前、今は気がついたけど、お前、この間お前、なあ、飯を掘ってったじゃん。はい。な？はい。で、お前、次の日、お前、いつも、ありがとうございましたってメール来るじゃん、お前。はい。来ねえっけな、この間は。一日遅れてしまいました、申し訳ありません。なんでだよ、お前、一日遅れて、お前。どうしようもねえの、お前な。しょうもないですけど。いいよ。別に送んなくてもいいよ。はい。いや、全然いいよ、そんな、別に送らなくても。はい。でも、送らんと、いつも送ってんのになんで一日遅れんの、今回は。いつも暇の極みなんですけど、暇だからっていうのも変ですけど、
この間は師匠にご馳走していただいた次の日が事務所ライブで、うん、ネタがもうちょっと大掛かりにくら替えしてまして、うん、ずっと脳みそそっちに使っちゃってまして、うん、申し訳ありません、忘れてしまいました、その日一日という意味では。いいね、いいよ別にそんな、はい、絶対メールしてこいとかって俺そんなこと言ったつもりはねえけどさ、まあはい、そういう人ですけど、ね、ないな、言ったことないでしょ。はい、でも僕がそう習っただけで、でも、はい、毎回毎回ね、はい、その次の日にメール来んじゃん、はい、いらねえのに、はい、で今回なんで1日遅れなんだっていうのでちょっと腹立ってんの。申し訳ありません。いいよ別に送んなくたっていいんだもん別にそんな、はい、うん、はい、でもなんで今回は1日遅れなんだってそれがちょっと腹立ったんだよね。はい、申し訳ありません。来ねえのかよと思ったよね。だからまあ別にいいよ、いいよ、来なくてもいいんだよ、はい、別にメール別に来なくてもいいなと思ったんだけど、はい、で1日遅れに来るっておかしいじゃんね。だって2日後に、いや、そういう風なご指摘もいただいちゃうかとも思っちゃったんですけど、何よりメールしないことは失礼だと思いまして、2日目に気づいたんですけど。はい。もう、ごめん、じゃあ。やめてくださいよ。こないだもごちそうさまでした。ありがとうございました。そうだろ、お前、はい、なあ、別に何も別に成し遂げてないのに、よう思ってるな、俺な。はい、美味しかったです。収録が一緒とかじゃないのに別にな。はい。そうですね、はい、まあ、まあ、はい、言ってるよ。しょうもない洗濯機です。じゃあぶっ壊せ。ぶっ壊す必要はないでしょ。あ、じゃあ洗濯機終わったんでしょ。はい、で、その洗濯機終わったやつに、はい、中のドラムにうんこしてさ、もう一回回す。何を言ってるんですか。綺麗にしたんですよ、僕は頑張って。え、洗濯して、じゃあ服をきれいにしたんですよ。じゃあ今きれいになってるじゃん。はい、で一回そんなドラムの中一回うんこして、はい、で洗剤入れて、はい、洗ったらどうなるかっていうやつやって。気持ちが悪いですよ。洋式便器じゃないんですから。いやいや、うんこをあんなとこで回せないでしょ。じゃあうんこを入れて回すと汚れるじゃん。うんこ、そうですね、はい。で、洗濯の洗剤入れるじゃない。はい。そしたら、どうなるかっていう話。いや、気持ちが、ゼロになるんですよ。打ち消し合うわけじゃないですか。うんこの汚さと洗剤の綺麗パワーで。うん。同じ。うんこが勝つですよ。全然、同じその、はい、重量。同じ重量の洗剤入れたらいいじゃん、うんこと。同じ重量の。言ってることも分かることも分かるんですけど、変な話、うん、分かりたくもない部分もあったり、うん、でもうんこが勝つですよ。白いなんか服とかに白いべっちょりつきますから。色つくかな。はい、じゃあ ワイシャツと一緒に、いや、そうですよ、ワイシャツと一緒に入れてうんこして洗剤して漂白剤入れるのに。打ち消し合うわけじゃないんですよ。結局うんこがついて終わりなんです。はい、いやでもあれじゃない、綺麗なんじゃない、匂いしねえんじゃない。匂いはおそらくもしかしたらですね、でも固形で入れたら厳しいんじゃないですか。あ、昨日食ったネギとか入れちゃ入ってるかな。うん、どういうことですか。消化しきれないネギですか。消化しきれないネギとか入ってる。まあ入ってるでしょうけど、ワイシャツのさ、はい、ポケットの奥、その奥の方にこれなんだろう、はい、さ、ネギ、うんこのネギだった。気持ちが悪いですよ。やめてください。面白いじゃん、それやろうよ。面白くはないんですよ、自分の生活なので。あ、それや、あ、それじゃあ、あれ、この間思いついたやつちょっと、どう、はい、思いついたんだけど。はい。何を思いついたんですか。チンチンの、はい、尿道あんじゃん。はい。尿道に、一滴垂らしたら、一滴垂らすグランプリっていうのをやるね。何をですか。だから一滴、いや、何をって、熱い鉄とか。気持ちが悪い、熱い痛いですよ。気持ち悪い。
水銀とかね。いやもう毒でしょ、あんま分かんないですけど、粘膜と水銀の毒、死ぬですよ。水銀の毒あんま分かんないですけど原理うん、気持ち悪い、鉄のな塩酸とかね。いやもう気持ち悪いもうあーやだ、ただれちゃうです、人が。その尿道のさ、はい、あの一滴だよ一滴、はい、一滴だからその壁につかない感じで一滴ちょんと落ちたらもう中に行っちゃう尿道の筒の真ん中ってことですか。あの清掃が傷つくでしょ、奥の、おそらく分かんないですけど、構造もよく分かんないですけど、尿道は傷つかないよね、だからね。そうですね、そんなことができたなら、うん、あのパクってすれば気筒を押さえて、うん、あっち、あっち鉄とかやったらどうする、あっち鉄、うん、もう嫌でしょ、もうそれで尿道で固まっちゃって、アリの巣にね、アルミ垂らしたやつみたいになっちゃうんで気持ち悪い僕の尿道の形で固まっちゃって。じゃあ、あの、何ヒアリ、はい、一滴一滴って言わないでしょ、あれ一滴ですよ。分かる、だから毒あるんでしょ、尿道シュッて落ちるかもしれないじゃん、尿道をさ、一匹一匹、はい、ヒアリを、うん、ヒアリ一匹尿道の真ん中に落としたらこうヒューッ、あのだから精巣を噛みちぎられるんですよ、やつらに。分かるでしょ原理、大体なんで大丈夫かもしれないよ。大丈夫じゃないんです、問題になってるですよ、ヒアリの件は。じゃあ、あの、針、はい、針。針、うん。シュッって、あの、針、だから、縫い針、はい。とにかく、尿道に触れずに何かを垂らしたそうなんですけど、師匠は。全部ダメですよ、言っときますけど。え？普通に言ってますけど。あ、じゃあ、あの、爪楊枝、尿道ぶっ刺して、はい。もう気持ちが悪いですよ、想像だけで。中で折るって言うと。いや、もう、嫌だ。嫌すぎですよ。鼻鉛筆みたいな。気持ち悪い。折れたら先っぽ取れ、もう取れねえな。うん、そうですね、引っかかって。で、正面で押し出すしかねえでね。もう無理ですよ、それももう。返しがついちゃったみたいになって。地獄ですよ。ああそう、はい、あそうじゃなくてうん、はい、ね、最近くせえとかやってる？あのやってないです、おかげさまで。なんでくせえのやってねえんだよお前。あのどういうことですか、くせえをやってるか。お前じゃん。あそうですけど、うん、くせえの嗅いでる？嗅いでいないですね、好んでは。おいお前がっかりだな、ほんとがっくしだわ。いや本当に好き好んでは嗅がないですから。繊維も嗅がないとお前じゃないでしょそんなに僕の大半を占めてるんですか。うん、知らなかったんですけど。いや繊維もう繊維でもうね、一攫千金でしょ、はい、そうなんですか僕は。うん、 ありがとうございます。繊維でおか、豪邸建てたんでしょ。くせえ御殿だったことないです僕。本当。はい。だってくせえでも。出たいですけど。くせえで3000回動画有名じゃんね、あれね。ああ、ありがたいことに、はい、楽しんでいただきましたけど。うん。幻の動画だったよ。御殿は立ってないです。はい。幻だった。そうですね。幻で今度ね、特典でつけていただけるという。うん。はい。幻ですわ。はい。いっぱいの人に見てもらいたいです。うん。はい。だから、あれで、あの、くせい御殿でしょ？あのアップ。はい。そう、師匠にそうやって、まあまあ僕の名前広めていただいたり、知名度は、本当に増えしていただいてるんですけど、うん、お金には今のところまだ変わってないので、御殿は建てらんないのですよ。あ、そう。はい、すみません。つまんねえな。いや、もうじき、その、本気をなんとかしたいんですけど。くせいで売れるってこと？そうですね、はい。もうとんでもねえくせいもの全部買いてくれんだ。世界のあらゆる。そうですね。世界の何でも。世界のあらゆるくせいやつ買いてくれんの？はい。でも超いいじゃん、それ。
何がいいんですか。俺単独まであれだから、単独終わってからちょっとやる。どういうのがあるのか分かんないですけど、あの馬の草とか気持ちが悪いですね。競馬場行きありそうですけど、 馬の草と牛の草と、いや気持ち悪 いイノシシとか、もう牧場でもくせいですけどね、大概。あとジンのプン。それ動画にできないでしょ。動画とか聞きジンプン。聞きうんこはもう本当にコンプライアンスあれですよ最近は。うん、はい、ダメなんだ。あ、アナルがギリだったと思います。でもなんか YouTube で、はい、なんか表、表紙っていうか YouTube 開いたら、はい、動画いっぱい出てんじゃん。はい、でそんで、それでなんか素人の YouTuber が、はい、なんかうんこ、はい、うんことこ、うんこを、はい、うんこに香水かけたらどっちが匂いが勝つかみたいなやつだね。なかなかすげえことやりますね。うん、うんこでしょ。俺それもう気持ち悪くて見れなかったんだけど。ああそうですか。まあうんこだろうな。はい、でも実際やってるそれ。そいつがもうやってたんでしょ。じゃあ分かった分かった、うんこにさ香水じゃあれじゃん、まあ、はい、同じだから、はい、うんこにさ、はい、清水かける。どういうことっすか。うんこにしょんべんかける。清水、それもうボットン便所ですよ。リトルボットン便所。何の実験にもならない。リトルボットン。はい、書く書かないの問題じゃないですよ。おうおう、はい、リトルボットンでよろしく。どういうことですか。そんなドラマないですから。あ、そう。はい、じゃあまあやってくれるのね。なんか動画らしいものがあれば。うん、はい、じゃあ単独終わってからちょっとやりますわ。はい、お願いします。うん、はい。あ、お前さ、はい、大阪と静岡もねえ同行してくるんだっけ。はい、ライブお願いします。はい、で次の日もなんかイベントあんのよ。はい、あ、なんか見ました、ツイッター。お前それ、はい、それはもうみんなで帰る。おいでやすさんのですよね。うん、あの前にちらっと言ったちょっと軟弱ですけど、遊んでっちゃうのも込みでそうやって残って勝手にね、次の日夜行バスとかで帰るパターンありでしたら、はい、なんだったらいるんだったら、はい、いるんだったらそれ出ていいよ。あ、そうですか。はい、もしいるんだったら出てもいいよ。でも泊まるとこ自分で確保しろよ。はい、まあしょうもない満喫とかならいくらでもあると思うんで。満喫っていうか別にそのなんだろうな、ホテルとかって安いよ多分。あ、そうですか。はい、東横イン、はい、安く取れんじゃないかな、わかんないけどな。あ、そうなんですか。うん、はい、それでよかったら別に出ていい。はい、ぜひ。出ていいって、はい、多分担当に言ったらすぐ行けるよ。あ、そうなんですか。うん、お願いします。え、じゃあ出るのね。出てあっちの方々にニーズがあるのかどうかがただわかんないですけど、あのなんかね打ち上げみたいな感じでやるからちょっとにぎやかな方がいいんだよ。あ、そうなんですか。うん、あ、そうだそう、ちらっと文言見たんですけど、そうだ、なんか打ち上げがどうとか書いてありましたね。打ち上げみたいな感じでノリでやるから。ノリでのライブってことなんですか。打ち上げみたいな。ノリでのライブ、はい、打ち上げみたいな、なんかトークライブというか、うん、そうだよ、そうだ、飲みライブみたいな。うん、あ、そうなんですね。うん、はい、いや、出るなら出るで言っとくけど、あ、ぜひお願いします。なんだったらギャラも多分ちょっとは出るかもしれない。そんなちょっと勝手に押しかけてあれするのに。言っといてやる。多分1000円とか2000円だよ、そういう話で。はい、申し訳がないですけど。うん、はい、いいの、それでいい。あ、全然よろしくお願いします。分かった、じゃあそれ言っとくけど大丈夫。はい、はい、お願いします。バイトなんじゃねえの。でいくらでも融通聞くあれですから。嘘だ。はい、本当。水道融通聞くじゃないですか。はい、いいよ別に。そんなんでお前あれじゃん、はい、ねえ、お前のその水道のお前いくら稼いだか知らねえけど、その一日の、はい、
一日のお金払えとかって言われても、あの、そんな要求する異常者じゃないんですよ僕は。本当？はい、うん、むしろはい、あのちょっと大阪も堪能できるってことですよね。前も言ってた、うん、あの師匠がいろいろなんか言ってたとことか、うん、巡る時間も次の人があるかもってことですよね。なるかもしれない。はい、うん、ぜひお願いします。うん、わかったわかった。じゃあいいよ。他のみんながどうなのかわかんないですけど、まあ僕一人でも全然お願いします。うん。はい。わかったわかった。はい。うん。じゃあちょっと、そう言っとくわ。はい、楽しみ増えましたね。え？楽しみが。楽しみしてんだったらいいや、言わない。どういうことですか？僕が嬉しいことあるともう嫌になっちゃうんですか？嫌だよね、それね。じゃあ楽しみにしないのでよろしくお願いします。うん、分かった分かった。はい。うん。すみません。じゃあいいよ、そんなことで。はい。うん。じゃあまたね。ああ、はい。お願いします。はい。はい。お疲れ様です。じゃあ、単独終わったら臭いやつやるからね。お願いします。うん、はい。はい。はい。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、ね。まあ、しょうもない、しょうもないやつですけどね。まあ、その、ね、その4日だっけな。ライブの。9月4日、ライブがあるんですよ。重曹で。で、そこにも、なんかね、出てもらおうかなと思いました。ね。そんなもので、ちょっと、ね、ライブがね、単独ライブ、もう近いんですよね。東京はね、もう、8月の3、4ね。で、次、9月で、静岡が9月の2日。で、大阪が3日。で、重曹が4日ってことね。重曹のやつは単独ライブじゃないですけど、単独の反省会ライブみたいな感じになりますけども。はい、そちらの方もぜひ楽しいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、カラーバートークでございました。ありがとうございました。